皆さん、こんにちは、マリマリピョンです。イェイイェイ！今回はですね、なんかちょっとためながら、みたいな感じでやらせていただきまーす。インスタの方で、私への偏見を募集してみたんですよね。そしたらたくさん依頼いただいたので、偏見が合ってるかどうか、検証していこうと思います！っていう流行りの TikTok アカウントみたいなことを自分でセルフスタイルでやっていきたいと思います。本日のお供を、タラーン。まずこちらだだん、肌が桃の匂いそう。優しくない？どうしたら嗅げるの、こういうのって。無臭ですね。桃の匂いとかってすごい優しい表現。神様みんな、風呂場に桜の木植えてそうなわけあるかい。美味しいものを食べた後にゲップの匂いで二度美味しいって言ってそう。やばくない？あ、美味しかったね。あ、ごめん。二度美味しい。他のパートの教室に遊びに行って他のパートの楽器吹き散らかしてそう。あ、吹奏楽あるあるだね、これは。でも、ない、それは。潔癖だから普通に人の楽器とか唾液がついたものを触れません。芸人のはずなのになんか本業が芸人じゃなくなってる渡辺直美さんみたい。あー、めっちゃ嬉しい。だって自分の人生のロールモデルは渡辺直美さんだし、芸人だけにとらわれないでいろんなことをしていいって教えてくれたのは渡辺直美さんだったので、私には。ファッションもそうだし、あとはやっぱりお芝居のイメージもめちゃくちゃあるし、あとトークがやっぱり面白い。まあそれは芸人イメージがあるので、はい。しかもさ、ハニーだ。久しぶりに休みの日は朝ごちそう作って満足して片付けしなさそう。あ、私ね、本当にすぐ片付けるタイプですね。アスパラガス好きそう。好き。トイレットペーパー寝室に積み上げてそう。ドアホー。あ、ごめん、ジンジンみたいなこと言っちゃった。ねえ、やるわけなくない？しかもこの人のアカウントの写真がジンジンなの。もう、大丈夫そう？ティッシュ使ったらそこら辺に捨ててそう。全然。私の家には、ねえ、あったわ、目の前に。最低。はい、合ってます。爪とか、何これ、これなんていう字、これ。爪とかのゴミの匂い嗅ぎ嗅いでくっせーって言いながら癖になってそう。匂いを嗅ぎながら癖になるのはマジある。てか、うちのお兄ちゃんが足の爪のカスをめっちゃ嗅がせてきてたの、私に。もうほんと牛乳パック腐った香り。で、タチンこれ嗅いでごらんとか言ってくるタイプの人だったから、もう本当に嗅いじゃうんだよね。爪を見るとやっぱりなんか嗅いじゃうし、本当にうちの家族の人たちってみんな脱いだものとかやったりするの、本当にキメーとか思ってたんだけど、靴下はさすがにやんなきゃな。でも、言っちゃうけど、普通家族の人とかは、ごめんなさい、母親です。お母さんごめん、お母さんお母さんやっぱ変なんだよ。お母さん変。ごめんなさい。夜中にめっちゃ泣いてそう。めっちゃそうです。ちなみに朝でも泣きますし、昼でも泣きます。親指に詰まったゴミ臭そう。はい、そうです。小食そう。どこが。バイトの子がメスしてもめちゃくちゃ優しく対応してくれそう。知らんけど、優しいかは分かんないけど、バカ怒りはしないかな。バカ怒りをしてすごい傷ついてしまうから、オブラート110ぐらいに包んだ喋り方をしてしまいます。家農場そう。違うんだよね、そこが。ストローの先っちょ噛んで四角形にしてそう。しないね。寝るとき上向くか左向くか右向くか迷ってそう。なんでわかんの？迷う。24年生きてるけど寝心地がよくわからないんだよね。彼氏おる？おらんのよ。マジおらんの。どうしたらいい？なんか好きな人っていうカテゴリーの方はいるんだけど、まあ自分はこれでいいかなって思ってますね、別に。うん。常にさつまいも食べてそう。あ、でもさつまいものお菓子めっちゃあるわ。おならめっちゃすんだよね。友達になんか、下痢女って呼ばれてるぐらい、おならがすごく、そういう感じなの。一人で夜踊ってそう。はい。どんどんダンス、どんどんダンス、どんどんダンス。のイェップだ。チクチ。ゴキブリ見た時叫び声100デシベルぐらい行きそう。行くかもね。ビビらない？本当にビビったよ、東京来てから多分ね、4、5回はあったね。一番最初のお家に住んだ時で、風呂場に出たんだよ。風呂場の排水口から上がってきて、その時は。しかも私その時ユニットバスに住んでたのよ。必然的にトイレにも入れなくなるわけで、そこに閉じ込めなきゃって思っちゃうからさ。で、友達が隣の家の子のお風呂借りて、で、それで、まあお風呂は借りれるじゃん。でもおしっこなんだよね、問題は。友達いない時にさ、用を足したくなったらどうしようって思った時に、目の前にキッチンがあって、そこのシンクでしてしまいましたよね。なんかすごくこうやってみたいな感じ。痛いの、やっぱシンクってさ、肌が触れるようにできてないから、ケツが触れるようにさ、痛かったっすよ、めちゃくちゃ。この偏見見て一人でつぼってそう。はい、お察しの通りでござる。お待たせって彼氏に言って全く違うおっさんだったら、クソがつくほど爆笑してそう。わかる。なんか普通に駅降りて向こう側の電車から出てきた人がさ、たまたま自分の知り合いだと思ったので、それで、あれこんなところでーって言って喋ってたけど、それ一緒に階段降りるんだけどさ、結局顔よく見たらさ、全然違う人だったんだよね。
あの時すっごい恥ずかしかったね。体温100度ぐらい上がったし、その人じゃなかったよなーってこう反芻してる時が一番恥ずかしかったし、一番面白かった、自分でちぃじゃんとか思って。地味にホスト好きそう、行ったことないんすよね、マジで。友達とかなんかそういう行ってる子とかの話とか聞くの大好き、マジで。ホストの人とかたまにさ、密着番組とかあるじゃん、ああいうところに住んでるようなのめっちゃ好きだわ。なんか住んでるところのこう住んでるところに住むところ、いや油こうじの油こうじみたいな感じで、そら爆速そう、あれそうですね、いたす時の声が大きそうね。え、本当にやめなよ、本当に下ネタだよこれは。でかいんじゃないかな私もうデフォででかいからさ、声がわかんないけど多分めちゃくちゃでかいと思う。寝起きの息が臭そう、臭いんだよね、本当に臭い。3日風呂入ってなくて今日こそは布団に入ろうと思いながらそのまま布団にインしてそう。これはないマジで。1日風呂入んないだけでも、いや12時間風呂入んないだけでもマジで本当にベトベトしてんなってなるぐらいだから、最近はもう暑いとか顔洗いたいからそのまま風呂入っちゃうみたいな勢いで最近は生きてますね。バーミヤンで友達と語ってそう、やりますね。なんかバーミヤン見つけたら入っちゃいたい症候群なんだよね。いるよね絶対に。あそこのさ、担々麺とかツーラータンメン、バーケモンうまいよねマジで。親友にだけ鬼のふっかる、それはある。全然夜中の3時とかでも寝起きでいける。今でも最近そういうのやってないな。なんか本当に一昔前はめちゃくちゃやってたのにな、そういうこと。楽しかったよね。なんかハロウィンでさ、渋谷とか全然行ってたもん。楽しいよね本当に。私は何が楽しいって、そういうなんか陽キャの人たちを横目に見てブツブツ言ってる時間、それが一番楽しいんですよ。あの人あだね、あの人あだね、あの人あだね、やばすぎやばすぎやばすぎみたいな、はじめましてみたいなテンションになると、喋りかけられたら喋りかけられたで。 BL 好きそう、 BL 好きだった時期もあった。中学ぐらいの時、いいねいいよみたいな感じの BL がすごい好きだった時もあった。今はそんなにかな。まあ見ないけどって感じ、見ないけどみたいな感じです。あ、でもね、あの周りゲイの男の子とか多いから、そういう人たちにどういうことしてるのとかめっちゃ聞く。うんちにぎにぎしてそう、苦笑いするわけなくない、マジで冷静にさ。でも本当にこの間すごいのが出た時、自粛しますこの後は。もう本当に触らないよ、触らないよ、ごめん待って待って、自分で止めたのが俺、触らないよ普通に、触らない。写真を撮ってお母さんに送っただけ。あつ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 、パパっ子、そうでもないかな。カースト上位、いやカースト上位ぶってるみたいな感じなんで、やばい、充電ない、充電なくなる、これほんとこのカメラすぐ充電なくなっちゃうんだから画質がいいけどね。画質がいいから褒めるよそこだけ。スナップエン、おぉ、スナップエン、スナップエン、スナップエン、あれそうなったやんこの間。あ、これ?あ、違う。ねえ、どこ?冷静に、冷静パスタ?冷静に、冷静パスタ?冷静に、冷静パスタ?ねえ、冷静パスタ?なーい!さすがにこの充電器がなくなったら私はまずい。あった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 。車乗ってる時遅かったらすぐクラクション鳴らしそう。車乗らないからね。でも車乗りたいな。まただ、洗濯機に入れる前の靴下の匂いから腐っていてそう。ねえ、うちどんだけ自分の体臭好きだと思われてんの?全然だよ。続きまして、自分の体から取れた耳垢とか、とりあえず見てから捨ててそう。ねえ、なんかさ、変な偏見持たれてんね。耳垢なんてさ、すぐ捨てりゃ見ないよ別に。鼻の穴めっちゃ広がりそう。広がってるだろうね今。そりゃ今怒っているからね自分は今。足の爪の匂い嗅いでそう。また行ってきたね。めちゃくちゃテンション高そう。そうでもないと思うよ。宅配来た時は死ぬほど陰気や。わかる。あ、でも結構最近は宅配の人も人間だからちゃんと会話をせねばと思ってるので、ありがとうございますとか、よろしくお願いしますとか、いつも本当にありがとうございます。すいませんって言ってます。やっぱ人間だからね。スマホの画面買った初日に割ってそう。買った初日じゃないんだけどさ、こないだ割ったのよ。やってんのよ、ここが。しかも蚊に刺されてびっくりしてわーって言ったらこれでボーンって落ちて割れたわ。なんか、誰のことも恨めないんだよ、この。ここだけで1万2000円かかるんだけどな。まあ、ケースをしなかった自分が悪いんだよな。顔は何も悪くないんだよ。シュレッダー好きそう。そうでもないな。急いで支度するとき天国と地獄歌ってそう。なんでわかるの?急げるのよ。こないだも友達とメイクしなきゃってなってるときに運動会の曲かけて、あ、この子気が合うなって思った。
コンビニはセブンしか行かなそう。全然全然。すべてのところに好きなものがある。セブンはね、なんか麺類が好きだね。セブンは麺類のそのパックになってるやつが好き。ローソンはわかめおにぎりかもマジで好き。ファミマはマグロのたたき系のおにぎりとか売ってくれる時がめちゃ好き。あとはサバのご飯が好き。サバのご飯はね、どこにあっても好き。デイリーヤマザキはおにぎりの海苔がなんかちょっと韓国海苔っぽいっていうか、なんか普通のセブンとかそういうコンビニとかのおにぎりとちょっと違う時があって、それも好き。それがなんか魚介系の具の時が好き。ため息つきながら公園のゴミ拾って、そう、わかる。ゴミ拾ってる間にさ、友達がキスしてる時とかあったからね。そんなかみんなで公園とかで遊んでる時、って私なんで地球のために頑張ってる時にあんたたちは自分たちのためにそうやって火薬に溺れてるわけ。冷静にさ、冷静バスターって思った時はあるね。だからその時に、あ、自分本位に生きていいんだなって思いましたね。そこで気づかせてくれましたね。脇毛好きそう、微妙かな。脇の匂い好きそう、いいえ。毛も匂いもあんま好きじゃないかな。ポッキー3本一気に食べてそう。細いタイプは食べちゃうね。毎日鏡見て可愛いって言って、そう、めっちゃポジティブなイメージ言ってる言ってる。言わないとね、可愛くならない。おまじないだからね、やっぱり。遠い親戚にいそう。あるあるじゃんそれ。いや、まず友達に、親友に似てますってめっちゃ言われる。あと、もう本当にこの世で一番言われるランキング第1位、あ、彼女がめっちゃ好きなんですよ、お前は、お前はっていうのがめっちゃある、マジで。言わないよ、言わないけど。いや、彼女めっちゃ好きなんですよ、なんかめっちゃ動画とか見てて、どうしたらいいの、彼女今ここにいないけど私はどうしたらいいのっていう、めちゃくちゃなるので、本当に皆さんこれからお控えください、というかお控えいただかなくていいんですけど、僕も見てるんですけど彼女も見てるんですよ。彼女はもう付随した情報で言っていただきたいですね、私に対して。なんで、なんで私が褒められてるのになんか虚しい気分にならないといけないの。彼氏作ればいいのか。続きまして、意外と気にしい。めちゃくちゃ気にしいだよ、もう本当に。100万点気にしい。うんち拭くとき毎回うんちの状態確認してそう。正解。顔面のパーツも神だからめちゃくちゃ告られてそう。告られないんですよ、本当に。告られて。財布小銭多そう。多い。めちゃくちゃ貯めすぎて、で、引っ越す前から貯めてたんだけど、この間、ATM 行って、金額がもともと分かってないと引き取れませんって言われて、いや、数えてないしなと思って、これぐらいあったのよ。ほんと、巾着一袋分ぐらいに全部小銭貯めてたから、で、それを100枚ずつしか ATM に入んないから、それを永遠にやってた。そしたら3万?嘘だ。1万3000円ぐらいかな。1万3000円ぐらいになってて、めちゃくちゃびっくりした。こんなに貯めれるんだと思って、貯金癖はなかったんだけど、やっぱ小銭使わないのをポンって入れてたら、めちゃくちゃ貯まってたわ。で、あの、宅急便来た時とか、代引きとかの時はすごい楽。小銭をちょうどにできるから。主食でキムチ食ってそう。食ってる。最近確定買ったんだけどさ、冷蔵庫の中に確定にしたらもう、まーくさいわ。開けるたび本当にもう、義務を害してるよ。せっかく大好きな食べ物がたくさん入ってる冷蔵庫なのに。家では暗い。全然暗くないの。普通にこのテンション。でも暗い時もあるんだよね。自分の奈良に爆笑してそう。はい。ねえ、私ってどんだけ自分の体臭好きだと思われてんの、マジで。綿菓子10年以上食べてなさそう。10年は持ってるね。大家族のお母ちゃんになりそう。いや、なんか自分大家族見るとすごい仲良しな両親だなぁと思う。こんなにする気力がなさそう。結婚とかしたらさ、子供産んだりとかしたらさ、一人でも、一人の子供、人間を守りきらないといけないからさ、あんまり、そういうの興味出るのかな。まあ、産んでみたらだね。産んでみたらしかわかんないよね。楽しみじゃない?人それぞれの人生があるから、人それぞれの意見があるんだよ。だからやっぱりさ、結局教訓とかってさ、自分の身になってみないとわかんないよね。麺類丸飲みしてそう。やばいよ。詰まって死んじゃうよ、そんなことしないよ、普通に。くっさ!実はめちゃくちゃ打たれ弱い。弱いね。弱い。超弱いし、なんか言われたこと全部気にしちゃうんだよね。しかもマイナス意見だけ。でもエゴサしちゃうんだよね。10分に1回は。本当に。もう分けれそうじゃないこれ。アイドル前髪できそう。ほら。愛想笑い死ぬほどうまそう。いやー!そうでもないと思う。でも、ポーカーフェイスすぎて逆に。本当に思ってるってめちゃくちゃ言われるんだけど、めちゃくちゃ思ってるんだよね。てか思ってることしか言わなくないですか?って思ってる。ハーフと結婚しそう。クォーターを埋めるじゃん。トイレするとき足がばーき。だね。こうやってなっちゃうかも。
冷蔵庫にいつもパンパンに入ってそう。最近はね、自炊するようになってからパンパンに入れてるかも。今までの時は全部ほんと出前だったから、超すっからかんだった。マジで。飲み物も入ってるかなって感じ。履き終わった靴下にフレアフレグランスつけて洗濯機に入れてそう。これはないね。寝る前は井上千秋が憑依して、今日もお疲れ様私、明日も頑張れ私って言ってから寝てそう。可愛くないそんなの。よしよし、今日も頑張ったなり。お疲れ様、お疲れ様。大葉好きそう、好き。賞味期限3ヶ月付き合っててもノリで食べてそう。1日でも切れたら食べない。男の前でも鼻ほじってそう。しない。良くないことが起こったら素でアンミカさん出てきそう。ほいくしょ、大丈夫やで自分。ネバマイネバマイ HLSPD ハッピーラッキーライフスマイルピーストリーム。これ唱えてから寝ます。すぐ好きになっちゃいそう。なる。年下好き。てか年齢決めてないよ別に。好きになったら好き。どっかの村一つ救ってる。ハッピーすぎる偏見だね。まだ救えてないかな村は。村救えたらかっこいいな。夢をじゃあどっかの村一つ救うにしようか。これからテレビのチャンネル明日で変えてそう。テレビはやんないな。だって細かすぎるもん。ボタンこんなんだよ。お風呂の電気とかはやるわ。なんか部屋の電気とかも調整したいときはこうやりますね。家に帰ってただいまから一生一人で会話続けてそう。当たってる。ただいまもよし行ってきますももちろん言うよ。心に問いかけているんです。本当は寂しいだけ。絶対不女子。だから昔は不女子だったの。自分のうんこ見て爆笑してそう。もう分かったよ。私はもうどんだけどんなやつだと思われてんだよ。自分のなんか汚ねえやつだと思われてんだね私って。お疲れ様でした。今日もありがとう。じゃあね。汚ねえ女より。